はい、どうも皆さん。今日はね、はい、なんとスペシャルゲストですよ。はい。見てください。もう分かってるでしょ。なんとね、2018年 UMB の奈良のチャンピオンですよ。ありがとうございます。はい、どうもマーシャルです。よろしくお願いします。ちょっとね、誰やねんっていう声、もうラルクちゃんかいっていう声が聞こえてくるんでね。そうですね。ハイドさん出せみたいな、もう聞こえて、聞こえてきたんで。あ、聞こえてきました。はい、わかりやすくちょっと、フリースタイルしてください。はい、あ、わかりました。フリースタイルラップって言って、ちょっと即興でね、今から短いけどラップしたいと思いますんで、ちょっと聞いていってください。はい。じゃあちょっとビートボックスお願いします。イェーや。俺がマーシャル、奈良の MC、 2018代表見せるテクニック、飲酒チャンネルで熱くなってる、カラオケで聴いてたラルク・アンシェル、イェー、ありがとうございます。ありがとうございます。なんとね。おっと、できた。今のね、うちでビートボックスしてるんですけど、はい。編集してくださる方がね、はい、やってるんですよ。すごくないですか？いや、本当にすごいですよね。トライアングル。うん。何もしないですけど、私はね。すごいです。今回はね、ちょっとこんなね、はいはい。すごい奈良のチャンピオンを迎えてね。いえ。はい。実はね、私のチャンネル登録者、多分分かってないと思うんですけどね、ラルク関連でやからバンドマンとかじゃなくて、はい。むしろ、ラップ関係でね、そっちをやっとって出会った友人の一人なんですよ。あ、そうなんですよ。はい。ただのラッパーじゃなく、もう代表となったんで、概要欄とかにも貼っとくんですけどね。はい。UMB の大会、すごい、大きな大会です。そうですね。もう2500人から3000人ぐらい入ってたと思いますけれども、はい、そこで今みたいにね、ラップして即興でね、まあ、喧嘩と口喧嘩みたいな感じのやつなんですけどね。そうそう、すごいね。まあ、ちなみにそれ上がってる動画僕負けてるんですけどね。いや、あれは勝ってるよ。勝ってる、勝ってるわけだよ。いや。そう。ほんまにちょっと裏話というかなんかあれなんですけども、はい、ね、あれも、うん、相手の方がすごい有名な人なんで。めちゃくちゃ有名です。そうそう。かっこいいっす。めちゃくちゃ有名で、僕なんか無名やったんで。奈良では有名ですもんね。そう。なんかしよう。もう普通にやったら語れへんなと思って、結局やったのが、関西弁でただひたすら喋るっていう。それだけをやったっていう動画なんで。詳しくはね、ぜひ。ぜひ概要欄。見てほしいですね。見てください。私のチャンネル出るからにはね。はい。やはり何と言っても、はい、ラルクなんですよね。はい、ラルクアンシェル。もちろん好きなラルクの曲とか、はい。何ですか？これ答えないとダメでしょう。もう正直もうベタやから、はいはいって思われるかもしれないですけど、僕、ウィンターフォールが好きです。出たー言うやつおる。言うやつおる。冬に増えるやつ。あ、冬に増えるんや。冬にウィンターフォールやつおるっすよ。うん。夏でもたまにカラオケで歌いました。歌ってました。なるほどね、はい。ありがとうございます。はい。忖度ですね。忖度ない。いや。実際ラルク聞かれるんですか？今は。今。全然、やっぱラップですよね。まあ、ラップもそうです。ラルク、まあ、ほんまにたまに、まあ、僕世代やし、僕の姉が好きだったんで。そうですよね。年齢、うん、我々も遥か上ですもんね。そう。詳しいのは。はい。僕の姉が聞いてて、それでやっぱ僕もその影響で聞いたのが、そうだからウィンターフォール、もうベタですけど、ハニー、ドライバーズハイ、フラワーとかね、その辺をちょっと聞いて。なるほどね。はい。全部わかるやつです、ね。全部わかるやつです、はい。うん、ベタやなってコメントをしてください。はい。はい。ありがとうございます。はい。いくらかね、はい、質問、はい、用意したんですよ、はい。個人的に聞きたいなと思ってたやつ。はい、まあ、知ってるんですけどね、もう友人なんで。そうですね。うん、まず一つですね。はい。まあ、ラルクの中で好きなメンバーって誰なんですか？タバコ吸ってる人。ごめんなさい、最悪。タバコ吸って名前も出ないじゃないですか。うん、ごめんなさい、ハイドさんしか知らないです。もちろんそうですね。はい、ごめんなさい。大体がそうですね。はい。はい。まあ、そんな、まあ、ハイドさんっていうと、あれ、ボーカリストなんですよ。ああ、そうですね。歌ってるんですよ。まあ、ルックスもいいですし。うん、ああ、かっこいいですね。で、マイク持ってるんですよ。マイク持つじゃないですか。マイク、はい。同じようなあれじゃないですか。うん。まあ、マーシャルさんってね、結構ね、はい、マイク、大きいんですよ、実は。おー。こう、並んでるけど、僕は平均174ぐらいで、はい。背大きいんですよね。あ、まあ、177なので、はい、3センチ。もっと大きく見えますよ、実際横並んで。いや。で、はい。まあ、下の方も大きいって有名なんですけど、あ、いや、そんなことないですけど。実は、先日ペイングで、はい。背も小さい、はい。あそこも小さいっていうコンプレックスな人おるんですけど、なるほど。さっきの恥ずかしいと、ちょっと繋がるかなと思って。
ほう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 。僕の方で来たんですけど、僕それ無視というか答えれないんで別に。あ、ね、で、まあ、さっきハイドさんとおっしゃったけど、ハイドさん背小さいんですよ、実は。らしいですね。はい。100、あ、まあ、言ったらダメですね。まあまあ、ごめんなさい。いいですけど。はい。僕はそこが魅力的なんですけど、確かに。まあ、本人からすると多分いろいろあったでしょう。で、僕に質問してくれた人も、うんうん、まあ、悩んでたんです、長文でね、うん。はい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 。今も無視してて、もし見てくれてるかもしれないんで。ああ、なるほど。なんか思いません？やっぱ、どうでしょう？恥ずかしいし、自信ないって言ってました。背が低くて、ちょっと、あれもあまりだということで。もう逆じゃないですか。全部持ってるじゃないですか。いや、ちょっと待ってくださいよ。なんか勝手に一人歩きしてますけど、多分そんなやと思いますよ。いや、もう、末恐ろしい。いやいやいや。山田がおろち言ってました、誰か。なんかね、誰かそう、誰かが言ってたの覚えてるんですけど、はい、その彼に見せたこともないんで、なんか勝手に言われてるんで、ちょっと、あれですけど。はい。で、その、まあ、質問で、っていう、はい、来ました。質問。中学生から、はい。中学生から。中学生で来ました。ああ、中学生で、はい、見てるかもしれないです。見てるかもしれないんで。はい、まず、言えることは、はい、うん。身長は遺伝ももちろんあるけど、ちゃんと、栄養を取ることと、睡眠取ることと、ね、あと、そうですね、運動もちゃんとしてください。はい。うん。そう。で、25歳まで身長で伸びるらしいんで、はい。我々ギリいけますよ、まだ。まだ伸びないですか？そうですね、23なんでね。やばいっすね。はい、はい、23歳なんで。知らんかった。はい。嬉しい。そう。まあ、ですので、うん。だから、体に悪いことしないっていうことが大事かなと思います。あ、うん、まあ、最近の人やったらあんまりないけど、タバコ吸ったりとかね、はい、未成年で吸ったら良くないんで、カッコつけたら気持ちわかりますよね。うん、ねえ、はい。ダメということで。ダメということで。はい。まとめると、はい、よく食べて、よく寝て、運動して、タバコ吸わずに。タバコ吸わずに。健全な生活を送って、25歳まで諦めるなということで。なるほどね。はい。あ、14、15歳ぐらいならまだ、ね。あ、そうそうそう。あ、いけるってことは ?25 まで。そう。結構その、例えば、そう、中学校の時に、背低かったなーって思ってた子が、同窓会とかにあったら、ありますあります。めっちゃでかなってるやん、みたいな。すげえ。うん、あるんでね。なるほどね。そうそうそう。それはいいかも。期待しときましょう。そうそうそう。ですので、悩んでる、あの人の。はい、諦めずに。はい。うん。はい。はい。はい。まあ、そんなね。マーシャルさんですけどね。はい。やっぱりね、なんと言ってもほら、UMB の本戦なんて、うん、僕もね、出たことは予選は大阪大会はあるんですけど。はいはいはい。いけないですよ。それはね、まあ、すごいね、伝説のクラブで本戦に なら代表として行くってことは。はい。ズバリね、どうなんすか？楽屋とか。楽屋。有名なラッパーとか。はい。みんなどうなんすか？仲いいんすか？いや、そうですね。まあ、話した人もいれば、全然話さないまま、うん、何もなかった人もいますし。へー。まあちょっとピリピリしてたかなってのも、やっぱりね、今から戦う、ね、そうそう、ね、あるけど、うん、僕は三重代表のフーアっていうねラッパーがいるんですけど、はいはい、うん、その彼とまあ元々仲良かったんで、はい、その彼とずっとお菓子を食べてました。うわ、緊張感のなさよ。いや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 、マジっすか。うん、これ、そうですね。例えばいろんなことをチャレンジする上で緊張ってすると思うんですけど、はい、ずっと緊張もしてられないんですよね。確かに。うん。現代にある。そう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 。うん。例えば5時間後に何かしなあかんと思って、5時間ずっと緊張でしてられなくて、はい、どっかで必ずふわーんとなって、はいはい、うん。で、お腹も空いてくるし、はい、お菓子持ってきてるやつおるから、はい、それもらって食べて。すごいっすね。そうですね。すごいね。そう。だから、そのラップバトルって言うと口喧嘩バーってしてるから、はいはい、もう、すごいもう裏とかもギスギスしてんのか。いや、もう、いや、うん、予選はそうでしたよ。誰も喋らないんですよ。ああ、まあそうですね。負けたやつだけですよ、喋ってんのは。ああ、確かに確かに。上がってたら、喋れないですよ、もう緊張して。うん。まあ確かにね、自分の出番が近づいてきたら。うん、モード入るもんね。モード入って、そうそうそう。懐かしいね。うん。あ、全部、まあね、出てたからね。そんなね、もうほら、奈良を代表するね。はい。まあ言うたら、LGBT 奈良2018のチャンピオンなんですけど。そんなね、
これからね、どこれを見てるらしい。突っ込まんでいいの今の。そんな LGBT、違う、UMB の方。はい、UMB ですね、はい。まあ今からバトルしたいと思ってる人も見てるかもしれないんで。ああ、なるほど。でも勇気出ないじゃないですか。怖いじゃないですか、やっぱり。ああ、確かに確かに。暴力的であったり、喧嘩裏で恋とかあるでしょうし。ああ、うんうん。ね、そういう、まあ悪いイメージあるんですけど。はい。どうですか？僕それ聞きたかったんですよ。ああ、なるほど、なるほど。勇気出していくべきですよね。やりたいんなら。もちろん。はい。それはもう勇気出して、やりたいという気持ちがあるんだったら、うん、出たらいいと思いますし。うん。そうですね。だからバトル出る上で、何が自分のその、精神的なブロックになってるかっていうのを考えてもらったらと思うんですけど、大体はやっぱりその、恥ずかしいですよね。ね。うん、恥ずかしい。みんなの前で恥かいて、それが、あいつ恥ずかしいバトルしてたやつやと思われたらどうしようって、あります。あると思うんですけど、安心してください。初めて出場するやつの、そんなラップなんて、もうまず誰もちゃんと聞いてないし、誰も覚えてないです。なるほど。はい。僕結構印象的やったんが、僕なんか何回も出てて、それなりに周りにね、知ってる友達もいてるんで。そうですよね。そうそうそう。いつもファミリー感ありましたもんね。ファミリー感ファミリー感ありますかね。うん、はい、そうそう、うん。ラッパーでね、ファミリーって言葉を使う人で大体ちょっと怖い人なんですよ、ね。あ、マジっすか。そうそうそう。私たちファミリーやからって。よくない、よくない。そう、そのファミリーちょっと怖いんですよね。うん。そう。で、まあ、その仲良く喋ってるような人らがいっぱいいてるような場所でも、まあ僕そういうふうにバトル出て、それこそ、まあ2、3回戦ぐらいで、まあ負けたとして、はい、ああ、負けたわーと思ってたら、うん、その後で喋った時に、それこそまだ準決勝とか残ってる時ですよ、うん。僕は負けて出れないんですけど、そしたら仲間に、うん、あれ、勝ち上がってましたって聞かれるんですよ。見てへんやんって。そういうレベルなんですよ。そうそうそう。ありますあります。めっちゃある、それ。そうそうそう。うん。そんなもんっすよね。やっぱ有名、うん、超有名なやつじゃない限り、ね。そう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 。本当に。うん。なんか結構ボコボコにされたとか、まだ圧勝したり、まあボコボコにされたりとか。覚えられる。そう、ない限り。うん。そう、ボコボコにされても、圧勝した方のことは覚えてるけど、誰ボコボコにしたかも覚えてなかったりするし。はい、だからほんまに自分のやってることはね、誰も見てへんねんやなと思って、はい、うん、むしろその中でどれだけ目立つかっていうのを考えた方がいいぐらいなんで、そうですね。そう。だから恥ずかしいなんて思わなくても大丈夫だと、うん、僕は思う。勇気出せってことですね、じゃあ。そうそうそう、勇気。誰も見てないと。うん、そうそうそう、やりたいんだったら、うん、バトル以外でもそういうのは勇気出してチャレンジした方がいいかなと思います。はい。はい。あれなんですか？奈良のいいとことか悪いとことか、ぜひ、ね、聞きたいと思います。そうですね。なかなか行けないでしょ、まあ、関東の人とか見てあるんで。ああ、うん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 。そうですね。まず奈良は関東と関西で、うん、立ち位置とかイメージが全然違って、はいはい、全国的に言えば、結構ね、歴史の原点だったりとか。古都というかね、なんか、はい、ありますね。古都と。で、楽しかった修学旅行とか。行きました、行きました。そうそうそう、まだ行ってないでしょ。大阪じゃないですか。うん。そう、修学旅行とか、うん。すごい、ね、うん。穏やかな時間がですね、流れたいいところっていう風に。はい。で、あと、鹿。ね。かわいい鹿。かわいい。そう。そういうイメージが。あ、なんか角切られてませんでした、ね。ああ、角切りありますよ。悪いやつだ。悪いやつ。まあ、あれも狂気ですからね。うん、そうそうそう。それが、奈良の、全国的なイメージですね。はい。で、一方、関西、まあ、大阪とか兵庫県、京都府、まあ、その辺からしたら、田舎、そうですね、秘境、それから、なんでしょうね、うん、人住んでない、鹿しかおらんのちゃうんかとか。人より鹿の方が多いのはほんまでしょ？うん、そうです。マジっすか？なわけないやん。学校のみんな言ってましたよ。どの学校？僕の高校はみんな奈良から来たやつが多いって言われてたんですよ。そう、そういう扱いを受けるんですよ。うん。で、何かあったら鹿やと言われて。そうなんですよね。ずっと言われるんで、うん、関西での、立ち位置がね、かなり低いんですよね。あ、そう。あるんですね、あるんですよ。そう、はい。よく大阪でね、遊ぶじゃないですか、はい。大阪の友達と、うん、奈良に来てやって言ったら、来てくれないんですよ。来ないんですよ。うん。奈良遠い言うて。いや、こっち奈良から大阪行ってんねんけど、みたいな。そう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 。
あるあるっすね。そう。だから、奈良県民に対して、言ったあかん言葉として、うん、もうなんか鹿が多いとか、鹿が人口より多いとかは、まあ、ね、まあ大丈夫です、ね。あ、マジですか？どうでもいいです。さっきみたいに、こっち大阪まで出向いてんのに、大阪から奈良行くのに、奈良遠いは、それはまず、ちょっと、まあ分かってるけど、うん、うん、そんなこと言わんといてやと思いますし。はいはい、うん。そうですね。あと、次に言われるのが、大体奈良って何あんの？言われるんですよね。ほんまそれですよ。大仏ありますね、確かに。ありますよ。大仏。はい。鹿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 せんべい。大仏。いやいや、それはもう歴史のね、風情のある歴史のものも、寺社仏閣すごいありますし。マジっすか？そう、世界遺産は都道府県、全都道府県で奈良だけ唯一3つある。他は2つか1つなんですよ。へー。そう。なるほどね。うん。で、まあ、それこそね、ちゃんと、居酒屋さんもあるし、居酒屋さん居酒屋もあるし、ご飯食べるとこもあるし、イオンもありますから。うん。マジっすか？あるんですか？はい、ありますよ。へー。